酒館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の酒館です。今回紹介するのは1993年にシムスがゲームギア向けに発売したキック&ラッシュです。こうかな、見てね。こうかな、でこう見して、でこうじゃなくてこう見せなきゃいけないのかな。でこんな感じですかね。というわけで、まあ見ていくと、表面から見ていくと、まあゲームギア専用ソフト、ゲームギアってマークがあって、ここにシムスのロゴ、なんか卵みたいなやつの下に、まあ、SIMS、シムスって書いてあって、でキック&ラッシュっていうロゴと、カタカナでキック&ラッシュって書いてあって、で、一応サッカー選手が、なんかとても色数の少ないサッカー選手が一人ドリブルしてる感じですかね。これからシュートっていう体勢ですかね。なんかちょっと微妙な体勢の選手がいて、でサッカーグラウンドがあります。でもこれサッカーグラウンドもちょっと、なんだろう、なんか観客席とかもなんかあんまりしっかりしてないような、どこなんですかね。わかんないけど、結構地味、全体的に地味な表面ですよね。なんかサッカーボールがあるから、かろうじてサッカーってわかるような感じに見えます。で裏面を見ていくと、まあ、キャッチがあって、ちょっと要素の説明があって、画面写真が3つで、表面にアイコンないけど裏面にあるんですね。1人から2人を対戦ゲーム、スポーツゲームって、まあ大体わかるアイコンですよね。はい。で、ゲームギア初のサッカーゲーム、シムスより誕生、まあでかく出ましたけど、まあそりゃそうですよね。まだ J リーグ開幕のね、ゲームですから、この後どんどん出るんですよ、サッカーゲームが。で、ワールドカップの興奮を GG で再現、4つのゲームモードを内蔵、通信対戦可能、パスワードによるセーブ機能付きってことで、まあアピール 4項目アピールしてますね。まあいろいろと疑わしいんですけど、まあ一番疑わしいのが、ワールドカップの興奮を GG で再現っていうのがね、どういう表現なんだろうっていうところなんですけど、まあ気になる人は遊んでみてください。以上、酒館でした。